角戦岩マイロナイトとポーフィロクラストマイロナイト、またはミロナイトは断層深部の変成作用が働く高温の領域で壊れることなく蘇生変形した断層岩である。その変形機構は再流多結晶化である。一般の変成岩では変成作用の進行に伴い変成鉱物の流形は増加する。一方、マイロナイトでは その主要な構成鉱物の少なくとも一種以上が多結晶再流化している。つまり、マイロナイトは再結晶鉱物の流形が減少するほど強い、先端応力の下で再結晶した特殊な変成岩である。断層体に形成される変形岩としては、断層に沿った深度ごとに浅い方から深い方に向かって、ガウジ、または断層イサイト、 マイロナイトが形成される。多結晶細粒化による蘇生変形が生じ始める温度は鉱物種により異なる。加工岩室の上部近くでは、上部近くの最深部の温度で石英の蘇生変形によりマイロナイトが形成される。半霊岩室の下部近くでは、主要造岩鉱物として石英が存在しないが、より高温になるため社長石が蘇生変形して、 マイロナイトが形成される。マントル最上部では、観覧岩が蘇生変形して、マイロナイトが形成される。ゆっくりとした蘇生変形では、地震は発生しない。マイロナイトが形成される深部の高温の蘇生変形領域と、カタクレーサイトが形成される、麻部の低温のモロ性破壊破剤の境界付近から、高速の地震性破壊が始まると考える研究者も、いる。 文部省学術用語周知学編日本学術振興会1984年 ISBN4 から818184012ありがとうございます。